皆さんどうも、T 島です。では今回もフライシェル続き遊んでいきたいと思います。ということで、前回ですかね、ちょっと教会らしきところ、探して、館に入る、ヒントというか、館に入るには多分その教会を探した方がいいんじゃないかなと思って探してたんですけど、なんとか入り口の方を見つけました。で、前回行った時は多分この向こう側にいたんでしょうね。ちょうどこっちの方ですかね、に行って、入れなかったんですけど、その近くですかね、に入り口があったので、多分ここから、多分あれが教会だと思うんですけど、そっちに多分通じる、ここが道になってると思うんでね、ちょっとこっちを行ってみましょうかね。多分迷路になってる感じなので、でもそこまで入り組んではないのかな。そうですね、確実にその行き道を探し当てていけば、多分行けそうな感じはするんですけど、宝とかですかね、もし置かれてたりとかするのであれば、ちょっと探しながら行きたいんですけど、ないのかな、ないっていうか、もうそのまま出てきてしまいましたね。で、そうですね、前回こっちから覗いてたんで、それがこうちょうどここですね。ここがやっぱり教会っぽいですね。ただちょっと周りは何もない感じですね。そうですね。さて、じゃあちょっと入り口の方から入ってみますか。多分ここから館に入れるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。さて、逃げ込んだ人たちはこっちかな。お、供養の蓮。これなんだろう、お墓にお供えしよう。これなんかちょっと重要なアイテムっぽいですね。これは上に続いてるっていうことは、上にじゃあ避難した人たちがいるのかな。そうではないのかな。あれ、これ上からどんな感じの迷路なのかっていうのが見れますね。っていうことは、この花を持って墓地ですかね、お墓があったところに行かなければならないっていうことなんでしょうね。で、そこで多分出れない。よし、 OK。で、この花を、お供えして、なんか階段か何かが出てくるっていうような感じなんですかね。それか、そのままワープするっていうような感じなのか。ただあれですね、お墓がどこにあったかっていうのをちょっと探さないといけないんでね。さてと、どこにあったかな。ここではないとは思うんですよね。それなので、ここよりも反対側だったかな。結構この反対側とかですかね、になんかいろいろあったりとかしてたので、多分こっちの方ですかね。こっち側だったかな。いや、これはさっきのところ、教会の方に行く道かな。
結構やっぱ入り込んでるんでね、ほんと迷子になるんですよね。あったあった。まあこれかな、これっぽい。ちょうど一箇所だけ花が添えられてないので。お、なんだ、あーなんか鍵手に入れた。あーこんな感じになってるんだ。これで館の鍵を手に入れて、おーいなんか出てきた。なんか亡霊、多分なんかその館の鍵をなんか守る亡霊なのか、なんか誰かの頭持ってないかこれ。あ、やべやべやべ、詰まった詰まった。オッケー、おー洋館の宝箱。ふう、さあ行きましょうかね。じゃあ、あ、結構なんかこういうなんかちょっとした 謎解き要素ですかね。これも結構楽しいですね。で、あとはこれで、まあ、館ですかね。鍵を開けて中に入ると、まあただ中がどんな感じになっているのか、ちょっと矢を外さないといけないな。開いた。さてと、一応多分これは寝室っぽいような感じなのかな。これは開かないみたいですね。このお宝は日誌、何が書かれてるんだろう。8月31日森の井戸から古い宝の地図が見つかったらしい。館に泊まっている冒険家たちがその場所を掘り起こそうと躍起になっていた。うん、おトラブルが発生。要するに誰かの手柄にするかするのか揉めていたようだ。何人か候補者がいたが、その中にもちろん俺はいない。あの金銀財宝を売りさばけば億万長者間違いなしだったのによ。間違いなしだったってのによ。ほうほう、墓の下。あ、あのさっきもしかしてその一箇所だけその墓がなかったところですかね。っていうことは、あの花を添えて、まあ鍵ですかね、館の鍵が出てきて、まあ入り口に出てきたあの亡霊っていうのは、もしかしたらそのこの金銀財宝ですかねを埋めてたその墓の亡霊なのかもしれないですね。で、9月1日結局財宝は山分けすることに なったようだ。中には服装にしている冒険家もいた。俺なんか1円たりとも入ってこないのに贅沢なやつだ。部外者なんだから財宝を分けてもらえるだけ感謝するべきだろうが、ムカついたから客室の鍵をトイレに捨ててやった。ほう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 、客室の鍵をトイレに捨ててやったと。あ、じゃあ、はあはあ、そういうことね。このページは血で汚れていて読めない。9月3日館の電気は全部消えちまった。それもいっぺんにだ。どこかに制御室のようなものがあって、そこで消したに違いない。このままじゃ俺たちみんな奴に殺される。ほう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 、この館のヒントもちょいちょいやっぱ隠されてるみたいですね。よし、ちょっとこの日誌は持っていきましょう。で、まずはこの多分客室ですかねの鍵をまあ探した方がいいのかな。ただ多分これ血でしょうね。ポタポタなんか垂れてますね。
何の部屋なんだろうここは。なんか拷問かなんかされてたのかな。さてじゃあまずはちょっと一回ぐるーっと見て回りますか。でこっちは、おーおーおお、びっくりした。これさっき出てきたやつだ。やめろやめろ。わあ危ねえ。なんかスティーブの中を、おい、またか。ワイは何もしてないだろう。おお危ねえ。さて多分この中に多分鍵があるんだと思うんですけど、結構強くて多分これ何回も出てくる感じだな。やっぱり、あ、長い棒長い棒、ちょっと待ってちょっと待って、ほう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 、もう出待ちしてるんですけど、ちょっと待ってよ。そういうことに長い棒を取ってこないといけないと。こっちは何もない。長い棒長い棒、オッケーオッケー。ちょっとこっちがトイレっていうのは分かったんで、ちょっと長い棒ですかね。じゃあ探していきましょうかね。あー、やっぱりそうすぐにはもう鍵とかですかね、手に入れれないみたいですね。結構外も真っ暗ですけど、ここら辺あたりも外も湧くんですかね、敵が。いろんななんかあの小部屋っていうんですかね、額縁になんかいろんなものが飾られてますね。こっちも、おお、トイレかーい。こっちには何もないのか。あ、消えた。あー、いた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 。もう無理やり一人用の個室に無理やり入ってこようとするんじゃない。こっちにも何もない感じか。これ絶対なんかスティーブか誰かの頭を持ってるのかな。多分ここの館の主か、もしくはその金銀財宝を隠したその墓の主か。多分墓を荒らされてご立腹なんでしょうね。さてじゃあ2階行きますか。2階は個室はあるっちゃあるんですけど、その長い棒ですかね。まずはそれを探さないといけないんで、それがどこにあるかですね。多分この建物自体は2階建てか3階。た！不意に出てくるんでね。痛い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 。よし、オッケー。さて、こっちはお風呂かな。あ、なんかある。あ、ボイラー室の鍵。ボイラー室、こっちは多分男性用なんですけど、多分女性の方にも、じゃあなんか、あ、こっちはないけど何か浮いてる。凍りついた鍵、凍りついた鍵、これどうすんだろう。なんか炎系の魔法で、あー違う、多分ボイラー室だ。多分お湯かなんかを出してその溶かしてやるみたいな。ここかボイラー室は。これここじゃないのかな。あー、木の板が打ち付けられていて扉が開かない。うーん、どうするんだこれは。これも違うや。
こも通れない。この絵がもしかしてボイラーとかああいうふうないろんなちょっと意味を示してるのかもしれないですね。この敵はワープしてくるのか。よし、ちょっとなんかそれらしき部屋ですかね、探してみましょうか。びっくりした。びっくり、怖っ。ここ、あ、多分ここですね。開かない。開かないっていうことは、うん、鍵が違うっていうことなんでしょうね。恐ろしい。怖い怖い、もう。こっちのトイレは何もない。そうですね、何もないですね。さてっていうことは1階かな。1階に降りてボイラーなんでね、どんな感じだろう。金明らかに、あれなんか拷問？なんか刺されてますので、多分おいしょい、ちょっと待て、この棒かな、もしかして。あ、長い棒。おい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 、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、動くんかい。ゾンビが吊るされてたっていうことか。てっきりなんか誰かが拷問にあって、でそのまま息絶えてるのかなと思いましたけど。さてちょっとこのままこっちはいけないのかな。ボイラー室の鍵ではない。ちょっともう長い棒ですかね、手には入れたんですけど、この棒、あーでもどうしようかな、先に手に入れておきますか。さてと、これで、あー客室の鍵、そうですね。でとりあえず長い棒とこれかな、館の鍵を置いといて、さて逃げろ。オッケーオッケー。で多分これでこのベッドのマークがついたところかな、これが多分、あ、開きますね。待て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 、西西、あ、もう忙しいな。あ、でもまあダメージ的にはやっぱり防御力ですかね。もうちょっとあの防具を変えてきたので1しか食らってないですね。マッチ、あっそ、今回なんかいろんなものがありますね、謎解き要素が。俺もなんか全然減らないこいつ。OK。 あ、入れない。 OKOKOK、 もう逃げよう。さてじゃあ別の客室行ってみますか。こっちから行こうかな。おっと、待て待て、あー、なんかいろんないろんなものがある、いろんなものがある。ちょっととりあえずも必要なものは手に入ったんで逃げる。よしよし、図書室の鍵、
日記、多分こんな感じかな。あとはよし、閉じ込めてやった。オッケーオッケー。ここら辺は、あ、ここら辺も開くな。ただ開くけど、ここは何もない感じですね。ハンバーグ、危ない危ない危ない。よし、これで多分下の階はもうほぼ終わりかな。ちょっと閉めておきましょうか。ただいろんなものが手に入りましたね。サバイバルマニュアルで、鍵にヒューズ、これ客室の、あ、客室の鍵で開くんだ。お、電気室の制御方法、ワイヤー、わー、これが2階個室、3階個室、1階個室、ここが制御室みたいですね。多分ここがボイラー室じゃないかなと。あ、やっぱり。ただここのボイラー室はまだ何もついてないっていうことは、多分電気を復活させないとボイラーもつかない感じかな。さてさて、ちょっといろいろちょっと手に入れたんで、ちょっと整理整頓してみますか。日報、で客室、あ、そうですね、ベッドマークが刻まれている。で火のマークが刻まれて、あ、ちゃんと自分読んでなかったんですけど、ちゃんと書かれてありますね。で本のマーク、ほう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 。さて、ちょっとどれから見ますかね。日記、ちょっとここら辺の鍵も置いといて、日記と、あと日報ですね。サバイバルマニュアルで電気室、まあ多分ここだと、まあ、あの亡霊も追っては来ないみたいなので、ちょっと一個一個確認していきましょうかね。さて、9月1日、大変だわ。客の一人が突然他の人を襲い始めた。なんとか取り押さえたらしいけど、できれば穏便に済ませてほしいわ。ほうほう。暴れていた客はとりあえず井戸の中に閉じ込めることになったそう。何人か怪我をしたみたいだけど、とりあえず事件は無事解決しそうね。ふんふん。で、まさかこんなことになるなんて、まるで狂犬病にでもかかったみたいに数人の客が暴れ始めた。ひたすら食欲に突き動かされるだけの獣のよう。これは何かしらのウイルスですかね。まあまあちょっと、まあ、読んでいきますかね。ご主人様と話し合って、ひとまず食堂に閉じ込めることにしたわ。あそこなら食欲旺盛なあいつらを簡単に誘導できる。もうどうしましょう。食堂の鍵をうっかりなくしてしまったわ。ん？これなんて読むんだろう。積みする前までは確かに、ん？入浴みたいな感じですかね。お風呂に入る前みたいな感じですかね。前までは確かに持っていたのに、どこかで落としたみたい。多分それがあれ、うん、あれでしょうね。9月3日、あいつが来るわ。誰か足す。血が付着しており、続きは読めない。で、日報、8月31日、森の奥地に古い墓があり、冒険家たちがその場所から宝を掘り起こした。墓に遺体は入っておらず、他者が宝を掘り起こさないようにカモフラージュするための偽の墓だったのだろうか。あー、ほうほうほう、偽の墓だったのかな。その日の夜、館の主が興味深い伝承を話していた。館にまつわる呪いの話。その昔、財宝を抱えてやってきた冒険家を殺害し、彼の持っていた宝を略奪した者がいた。死体と宝を同じ場所に埋めたものの、
彼は殺したはずの冒険家ヘロブラインに殺されると日々口にしていたそうだ。ああ、それが多分呪いなんでしょうね。やがて耐えられなくなった彼は教会で懺悔したが、その次の日に何者かによって首を切り落とされて死んでいた。それから財宝を探そうとした者が幾度と現れたが、皆何かに取り憑かれたように殺し合いを始めた。呪いの伝承を聞かされた冒険家たちは宝を元の場所に戻すべきだとか、掘り起こした時点で呪いがない証拠だとか言ってえらく揉めていた。9月1日、1枚の写真が挟んであるが何も写っていない。9月2日、呪いは本当だったようだ。私は生きて帰れるかわからない。おそらく殺されてしまうだろう。妻と子供が心配だ。9月3日、うひひひひひ、教会に生き残りがいたが、みんな殺し合ったぞ。ざま。怖いな。ほうほう、っていうことはそのトイレとかになんか今出てきてる敵がそのこの呪いのまあ主っていうんですかね、まあ、呪いの元でしょうかね。このヘロブラインなのかな。まああの誰かの首持ってましたからね。そういうことね。ただっていうことはそうですよね。そのやっぱり宝の持っていた、まあそうですね、破壊あの人ですかね。その人がそのまあヘロブラインになって、まあ次々とまあいろんな人を殺して回ってるんでしょうね。ああ、桑原。で、サバイバルマニュアル。いざという時に松明がないと大変だ。このマニュアルでは誰でも簡単に松明を作れる方法を記載しておく。お、松明。まずは長い棒を用意しよう。その先端に布切れを巻きつけてワイヤーで固定。あとは油をかけて火を灯すだけ。ああ、材料があるなら一度作業台で作ってみるといい。ほうほう。で、これは電気をつけるには電気ヒューズが必要である。コンピューターを右クリックすることで各部屋通路の電気がつきます。電気を消すことで電力ヒューズは回収できると。ほうほう、これかな。電気、あ、これ、あ、違うな。ちょっとこれ電気ヒューズ、これどこに、あ、そういうことね。さて、どこの電気をつけるかですね。多分これじゃあ全部このヒューズを取ろうと思えば取れると。ただこっち1階に関しては多分これはできないのかな。さて、そうですね、まずは1階ですかね。1階の通路をついてるんで、どこをつければいいのかっていうのがね、ちょっと今まだ分かってないんで。さて、まあどの道、ちょっとボイラー室ですかね。ボイラー室を見た。こいつか。要は多分これがこの人がそのお宝を手に入れた人なんでしょうね。ただそれを横取りされて、でそのまま殺されて、おいおい、てめえらふざけんじゃねえよとっていうような感じで多分出てきてるんでしょうね。
これ今多分ついてはないのかな。で、多分その鍵がどこに行ったかわからないって言ってたの、多分お風呂場ですかね。女性用のお風呂場でなんか確か固まってたところがあったんですよね。多分そこに入ってるんじゃないかなと。ただお風呂場がどこだったかな、2階か。まあでもまあその電気をつけた時点で、まあ、そのボイラーが起動してるのかどうかですけど、ここ通るたんびにちょっとビクッとするんですけど、すっごい壁殴ってる音がするんですよね。で、ただこの館はどちらかというとあれですね、謎解き要素が多いですね。あー、あったんだ、ここだ。あー、やっぱりまだちょっと凍ってますね。これを多分なんとかしないといけないんですよね。ちょっと、あんた、女湯ですよ、本当に。まあワイもその女湯に入ってるんですけどね。ということは図書室かな。図書室の方ちょっと行ってみましょうか。まだ鍵手に入れて入ってないんでね。とこれかな、本のマーク。ここはでも入れないな。本のマークか。本のマークはどこだ。うん、結構いろんなマークのものがあるんで、多分この館は謎解き要素が多いのではないかなと。あ、これか。燃えやすそうな方だ。待て待て待て、やばい、矢を装備してない。オッケー。ただなんか本がすごい乱雑に置かれてますね。何もない感じかなとは。館の鍵、あれ、前間違えて落としてたのかな。さっき手に入れたのが、あ、これか。おー、火をつけたら勢いよく燃えそう。マッチ、ワイヤー、布がないんですよね。これでできないかな。あ、できないですね。多分布をどこかで手に入れないとダメっていうことですね。そうなってくると、まあ、図書室はもう入ったので、客室、館もそうですね。で、ボイラー、ボイラー室がちょっと電源がつかないんでね。電源がつかないというか、まあちゃんと起動してないのかな、まだ。そうですね、どっかになんか布があれば松明ですかね。これはもう鍵持ってる時点で勝手に開くのかな。で、まだいっぱい多分まだ開けてないところがあるので、多分何箇所かまだ入れる場所があるはずなんですよね。ここら辺は何もないな。どっかに何か落ちてないかな。で、まあ燃えやすそうな本、それがまあ何に使えるかですね。
の上にも、あーでも違うか。そういえば電気をつけてやればあの敵は出てこないのかな、もしかして。さっきまでここにいた時には出てきてたんですけどね、出てこなくなったんで、どうやら、まあ、光には弱いみたいですね。それならば、まあ、その松明を作って持ってれば、もしかしたら、まあ、敵に襲われることがないのかもしれないですね。これマッチで火つけれるのかな。ここかな。違うな。あ、これか。ああ、ここで本か。でマッチ。これは面白い。これで多分ボイラーが動き始めたのかな。それでさっきの2階か、2階のまあお風呂場ですね、お風呂場に行ってやれば、まあ多分鍵が取れるようになってるんじゃないかなと。でそれが、あ、やっぱびっくりした。これもしかしてその鍵を落とした人の霊、それっぽい感じがしましたね。今なんかちょっと女性っぽいような感じがしたんで。さてこれで食堂の鍵が手に入った。スープのマーク、おお。さてスープのマーク、あ、でもスープのマークのところからどん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 音がしてるんですよね。おお、おい、ちょっと待って、い、やばいやばい、矢を装備しない、弓を。もう結構大量にいますね。多分その殺された冒険家たちの亡霊でしょうね。何体いるんだ。5体ぐらいいるな。あー、結構硬い。よし、オッケー。ふう、これで多分大丈夫かな。あれ、食堂どっちだったかな。あっちか。さてさて、じゃあこっちの食堂には何があるのだ。おお、今度は別の倉庫の鍵。チェストのマークがついたところ、倉庫チェストの鍵。倉庫チェストってどっかにあったかな。まあ、ここはいけないですからね。こっちですよね。木が打ち付けられてるんで入れないですからね。でもこっちはまあお風呂場。ふん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 。そうですね、ちょっともう時間も時間なので、ちょっとこっちの部屋に入っとこう。そうですね、今回はちょっとこの辺りで、まあちょっと動画を終わろうかなと。まあ結構でもまあいろんな鍵とかですかね、まあ本とか、まあ手に入ってきてるので、まあこの館のまあ最後がそのボスらしきものと戦うのか、それとも何かしらのまあ謎を解いて終わるのか。まあ多分見た感じ今だいたい半分ぐらいとかぐらいまでかな、まあ進んではいるので、まあ次回ですかね、まあ
この館自体ですかね、ちょっとまあこの何ていうんですかね、謎解きっていうんですかね、結構やってて楽しいんでね、この謎解き今クリアして、まあボスなり、まあまあ館の謎を解いて、まあクリアなのかわからないですけど、まあちょっとクリア目指してやってみようかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。